今日 INFP、はい、INFP さんはですね、今日こちらですね、あなたにぴったりの性格がわかる16の性格で、 INFP さんは芸術家というふうに言われている方なんですけど、うん、INFP さん内向、直感、情緒、柔軟の方ですね。心の平和を求める人、胸の内に情熱を秘めた芸術家。確かにここだけを読むと戦略家みたいな、その、はい、なんて言うんでしょう、うん、論理なイメージはあまりないですよね、うん、そのパッション、うんうん、パッションや、うん、今二文字しか言ってないんですけど申し訳ございません、まあ、通じればいいです僕のこの、はい、これが、うん、通じて。でこの INFP 型の性格とは、人生の意味と胸の内の平和を生涯追い求めますと、うん、個人的な価値観で物事を判断し、心から正しいと思えないことはしたくない、感受性が強く世話好きで思いやりがあり、身近な人には快適に過ごしてもらいたいと願いますが、自分の世界に近づいてくる相手は慎重に選ぶので、時に冷たくお高く止まっているように見えますと、うん、INFP 型を理解するには時間がかかりますが、信頼している少数の人には誠意を尽くしますと。一歩下がって事態を客観的に眺めるのが苦手で、相手が批判的に言ったつもりがないことにも傷つくと。対立する相手に立ち向かうよりは黙ったままいつまでも怒りを引きずりがちですと。こじれた関係を修復するのではなく、苦手な人とはもう付き合わないようにすると。人間関係を理想化し、自分の期待にそぐわない相手には失望するという傾向もありますと、うん、なんか急に心配になってきました。何がですか？僕のことを僕はよく失望されるんですけど。あ、される方、される方、されるって思ってるんじゃないですか？先に続きます、はい、すいません、はい、創造的で創造力、うん、創造的なのはクリエイティブ、うんうん、クリエイティブで創造力もある、うん、あの考える、うん、思う、想像力もある、うん、生涯芸術を愛し、新しくて変わったもの、旧来の方にとらわれないものを求めますと、うん、自分の価値観を曲げずに済むのであれば、自分とは違う生活を送る人にも寛容ですが、自節は譲らず、頑固で妥協せず、融通が効かないところもありますと、うん、自分の内面に意識が向いており、スピリチュアルなものを大切にする、自意識が強く、平凡な日常の喜びには気づきにくい、一人で静かに過ごし、じっくり考えていきたいと思っていますと。なるほど。だとやっぱり INFP であれば、うん、その独特だねとか、うん、独す、なんて言うんだろう、変わってるねっていうのも、うんうん、なんか受け止められそうですね、うんうん、だと今日この動画を見てくださってる、INTJ と迷ってるって方いらっしゃいましたよね。あ、はいはいはい、あの TJ だ、うん、INFP と INTJ を行き来してると、うんうんうん、もしかするとこの白黒パンダさん、うん、変わってるねって言われてどう思うか、うん、まあ分かんないですね。ですよね。まあ人によりそうな、はい、はい、ではパートナーとしての INFP、うん、INFP 型はパートナーの成長を支えようとはするものの、とても個人主義で自分のことで頭がいっぱいなところがありますと。調和が大切なので、喧嘩をしても問題を解決するために直接相手と向き合おうとはしませんと。怒りや罪の意識を感じると相手ではなく自分を責める、そうした感情を言葉で言い表すことができないので、パートナーには相手がどうして怒ったり悲しんだりしているのかが分かりませんと、うん、なのでパートナーが辛抱強くこの INFP さんを支援すると INFP は喜びますと、うんうん、注意深く話を聞き理解してほしいのですと。なので あなたを愛していますと言葉で伝えてほしいと思っています、うんうんうん、ということが書いてあります、うんうん、なのでその INTJ と INFP で迷ってるよっていうパンダさん、うん、この何か言い争うときに言いたいことは全部言いたいっていう風なのか、うんうん、なんか言えない、
言わない心に溜めるみたいな、うんうん、ところなのどっちの傾向が強いですかねっていうところですかね、うん、まあ、辻褄を合わせたい感じですよね TJ だと。あ、うん、もうそうですね、うん、はい、何がどうなってるから、はい、みたいな辻褄を合わせていきたいみたいな。全然怒ってないから言ってって、うんうん、何言われても、多分 INTJ の人は何言われても理屈で、うん、あ、うん、そういう風に怒ってんのねっていうのができる人なんですよね、うんうん、と、まあ、反論もできるんじゃないですか。反論も、まあ、するかもしれませんが、うん、はい、それはそうじゃなくてこうなんですよみたいな。ただ INFP の場合は多分そういうのはしない、うん、嫌な気持ちをさせちゃいけないみたいな、思いをさせちゃいけない、そうですね、うん、まあ、自分を責めたりとか、うん、もしくはもう、あ、もうこの人はダメだって、うん、シュッとシュッと切るみたいな、うんうんうん、まあ、どっちかな感じなんですかね、うん、でこの INFP さんが人間関係で重視していること、うん、互いに責任を果たす、忠実、定説、助け合い、協力、話を聞いてもらう、うん、話を聞いてほしい、で軽視していることは宗教的信条が同じ、経済的な安定、うん、関心事が同じ、育児の方針が似ているとありますね。でこの INFP さんへの、アドバイスというか、うん、人間関係を理想化せずもっと現実を直視しようと、人の言葉をあまり気にせず平凡な生活の喜びに目を向けようとありますね、うん、あと僕も何て言うんだろう、あの褒め言葉だとか、あまり自分が言われて嫌な言葉ではないので、うん、わって言ったりすると、うん、なんか急に嫌な顔されるとかやっぱりあるんですよ、はい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 、特に私みたいにこの沈黙が金だと思わない、うん、沈黙が苦手な人間としては何か喋らなきゃがあるので、はいはいはい、わーって喋るんですね、うんうん、特にこの初めての時とかだと、うん、で初対面で嫌われることはよくあります、うん、それはあれじゃないですか、変わってるって思われたくない人に変わってるよねって言ったりするんじゃないですか。まあ僕からすると褒め言葉なんですけどね、はい、はい、うん、いや変わってるって言われたってショックを受けてるんじゃないですか、はい、でなんかまあ本当良かったのが、はい、高校3年間で2年生ぐらいの時に、うんうん、ああユウジってなんかいいやつだなってようやく分かったと、はい、あの時間がかかった、一番初めに思ったタイプではなかったと、うんうんうん、だからひどいこと言うなとか思ってたかもしれない、だから嫌いだったってよく言われるんですよ、嫌なやつだと思ったと、うん、っていうのはよくあるので、うん、なんかそういうのが起きてるんでしょうね皆さん、人間関係、うん、そういうのはいっぱい多分起きてると思いますよ、はい、悪気なく言った言葉が、はい、本当に誰かを傷つけたり、私みたいにパーパー喋る人は注意ですよね、うん、はい、あと本当体調みたいにニコってして、うん、まあ、あまりガーガー言わないぐらいが本当に金ですね、まあ、時と場合にはよりますけどね。ああ、なるほど、はい、という INFP さんタイプ、うん、あ、すいません、じゃあ僕のおいじりも小枝さんはあまり気になさらないで、はい、ありがとうございます、はい、二等兵はあんまり悪気ないですからね、いろいろ基本人のこと言うときは褒め言葉か、うん、親しいと思って、うん、あの露悪的に悪いことを言います、うん、これはもうなんか友達だよねのつもりで聞いていただければと思ってます、うんうん、目立とうとして目立つわけではなかったので対人関係は面倒になったの。そうなんですね。普通をかき集めて集めまくって普通を極めて目立つことを目指してきたと。まあ普通を極めたらすごい変わった人ですもんね。そうですね。草薙くんみたいな人です。すっごい全部普通ってことですよね。そんな人いないよレベルに尖った人ですよね。ああ、だとお釈迦様ですね。お釈迦様、心の安定がある、うんうん、言われすぎてうんざりしてるとかもあるかもしれない。ああ、なるほど。パッと見だけで冷たく見られるルックス、あ、ルックスクールだけど、でもルックスってもうそう見られたくてしてるんでしょうっていうのが僕の中ではあるんですね。そうやって見るからそうじゃないよって人もいるって話じゃないですか。え、だって服って自分で選んで着るわけですよね。好きな服を買うわけですよね。表情とかもあるじゃないですか。はい、ニコってするのが苦手なさっきのこういう人たち、はいはい、あの人たちも本当は仲良くしたいかもしれない。じゃあもうジョイナースって思うんですけどね、うん、入ってこいよって、うん、その代わりルールはあるけどなって、
でそれがこう多分その辺なんですよね、苦手なんじゃないですか、このルールね、うん、あの明文化されてないやつ、うん、これ難しいですよね。僕もよく外します。はい、限界まで感情は溜めて押し殺し、我慢できなくなると咳を切ったように正論で詰めるので相手は突然の変化に戸惑うようですと。だとやっぱりなんか INTJ なのかもしれないですね。なんか僕これでも言わないと思うんですね。どういうことですか？正論で詰めるとかって INFP さんが正論で詰めるみたいなのはないんじゃないって。感情の爆発はあるかもしれないんですけど、うんうん、でも劣等機能じゃないですか T って違うのかな。なのでなくはないと思うんですよ。これやって通用しない通用しない通用しないってなったら、あ、なるほど、出すしかないの、出す、ね、そこを出すしかないみたいな。あ、これもう一生考えていきましょうって話ですよね、うん、なぜ感情を込めて話す必要があるのか。情報量が増えるので聞き手の側に立って結論原因背景の順に話すべきである。感情を込めて話す必要は僕もないと思ってますけど、うん、もうそういう時は感情が出ちゃうんですよね。あ、でも理論的に話せはでも用意しないとできないです、うんうん、まあ、その場でまとまらない、まとまらないです、うん、まとめとかないと、はい、F だと思ってます。ISFP タイプもそうだが INFP もパッと見ではツッケンドンな人に見えると。一方話してみると見た目ほど詰めない人ではないと思います、うん、INFP ロード・オブ・ザ・リングのフロド・バギンズ、このフロド・バギンズってあの唯一の人間ですかね。わかんないです僕、見てないんで。ああ、主人公ですよ。へえ、あの男の子もう見たことない。え、ロード・オブ・ザ・リング、はいはい、嘘だ、見たことないですよ。どのシリーズも、どのシリーズも。なるほど、はい、僕分かりやすかった、うん、フロド・バギンズはロード・オブ・ザ・リングの主人公ですね、うんうん、主人公のあの男の子が INFP、 分かる、なるほど、あんな感じですね、うんうん、ありがとうございます、うん、あるいは正論さえぶつける気力がなると黙って相手と極端な距離を取るので相手から話し合いたいと言われるがその話し合いさえも面倒くさくなってしまいます。 INTJ でしょうか。でしょうかって言われても分かんないですけどね。分かんない、僕はあの J の人間っていう自覚もあるので、はい、うん、これでいいんじゃないと思ったのは、うん、INTJ じゃないですかって。だって結局正論で言えるんだもん、うん、正論で詰めることができるんだもんって、うん、多分フロト・バギンズは正論で詰めないですよ。感情で詰める、うん、感情で詰めるっていうか感情が爆発したのを相手はそれで詰めてきたと思うかもしれないですけど、うん、多分こっちは詰めてるとは思ってないんですね、うん、あの気持ちの表明です、うん、だから詰めるっていう感覚はないですよ僕の中でも。 TJ も別に詰めてる感覚でも表現で出るわけじゃないですか、うん、僕はガーって言われた時に、うん、正論で詰める感じですって書いてらっしゃるんですけど僕詰めるっていう感覚は持ったことがないので、うん、黙らせられればいいなとは思いますよ喧嘩の時に、はい、喧嘩の口喧嘩の勝ち負けが、うんうん、相手が黙らせれば勝ちであれば、うん、この感情を爆発させることで、うん、相手が黙ればいいなとは思いますけど、うん、詰めるっていう感覚は全くないです。大丈夫、あります？なくはないです。あ、じゃあやっぱり T 要素がありますよ。うん、うん、僕多分ないですもん全く。でも黙らせればですよ、同じですよ、反論の余地がない、うん、ところを攻めていこうみたいなっていうと、うん、僕はその感覚はないです。あの気持ちを聞いてくれと、うん、だから矛盾点を探す。相手の話の矛盾点を、僕だからね、矛盾点があったとしてもね、うん、なんかここ詰めちゃう、あ、それ言う、喧嘩の時は言うかもしれないんですけど、うんうん、なんか仕事の時とかに、うん、なんかあまり言っちゃダメかなとかって思っちゃうんですね。それはありますよ。あ、それは、ああ、だってそうですよね。仕事ですもんね。仕事ですもん。はい、うん。すいません。静かな水は深い、または深い川は静かに流れるという言葉を ISFP、INFP タイプと話すと思い出すと。老子ですね。はい。はい、トマさん。運命上のあらゆる要素が絡み合った結果、
どの性格タイプに集約されるものかというものが MBTI かなと解釈していると。なるほど、解釈は自由ですよね。うん、今、まあ、はい、何か、いや、まあ分かんないです。そう、僕も、うん、MBTI の定義は分からないし、うん、僕の中ではいやいや、そんなの、それが分かった上で、うん、抜け出る物語だっていうのに固くなに信じているので、僕はだから名前をつけた感じですよ。このいう人はこのタイプ、この辺の人はこのタイプだって言ってるだけ。そうそうそう、こうなんか座標があったり、この辺の人は何々って名前をつけただけだから、際どいところの人はこう際どいわけじゃないですか。見方いろいろあります、はい。あと MBTI では MBTI で多分、うん、そのあると思います、はい、これだよっていうのが、うん、はい。